けの風を聞いて動き始めるとどう乾いた胸が癒す何かを求めてる。傷つくのが怖くて夢からも逃げていた。辛くてもいい生きてることを感じたい。目に見えない壁はきっと今すぐ始めよう。 Fighting chance ささやかでも明日を信じてゆける。僕らだけがこの時代の未来を変えられるなら。また抜いていくの？ごめん、時間ない。行ってきます。まったく。なあ、はい、化粧してなかったか？さあ、今日は狩りは遅れるわけにはいかないのだ。断じて。そう、今日は決戦の日だ。射手座の A 型、ラッキーカラーは青、ラッキーアイテムはクマ、ラッキーフーツはオレンジ。今日ならいける、今日なら勝てる。今日の私には神様がついてる。なぜなら今日は恋愛運最高。創造主のお出ましであらせられる。エスマルカ、答えよ。生きるとは何であるか。闘争なり。世界とは何であるか。闘技場なり。お前たちは何であるか。地獄の命だ。何をなすべきであるか。殲滅なり。我が戦いの子らよ、地獄より這い出た素晴らしきしもべたちよ、時は来た。この世界を、命を、あるべき姿へと作り変えるのだ。ギャルイ、
四大極王いでませ。第一極王大元帥ブリギット、第二極王大神官バフォメット、第三極王大将軍ジューダ、第四極王大参謀メディウ、何時らに軍団を指揮する栄誉を授け、世界の浮上を焼き尽くすがいい。ええか。まあ、宴を始めよう。火の宴、闇の宴、地獄の宴だ。エクスタルカオ、出撃。キュート出陣。なぜだ、何故にお前たちは生まれてきた。そんなにも小さく脆いお前たちが、なぜ、何故私は生まれてきた。こんなにも寒い世界に。照準誤差修正、出力 110%、 いけます。撃て。効果なし。バカな、都市一つ消し飛ばすポラリスアローだぞ。ん？目標はレーダーで捕捉できん代物だ。戦局によっては特殊戦術核の使用を許可する。了解。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の言葉に耳を傾けてください。主、あなたが罪をすべて心に留められるなら。主よ、いろ、
命の尊厳などという偽善の薄皮が催していく様のなんと美しいことか。戦えぬ者に生き残る資格などないのだ。さようでございます、プロフェッサー・カトー。我が地獄の軍団よ、この世界を、我を拒絶した世界を徹底的に浄化せよ。世界よ、人類よ、我が家に、我が城塞に生まれ変わるのだ。やがて来たる戦いの世紀のために。エクス・タル太郎、地獄の使者。加藤らしい物言いだな。祭は投げられた。進む以外道はないわ。彼女を起こしてきます。頼む。オペレーション D 起動。戦略制圧 87% 完成。お見事でございます。仕上げに入ろう。呼吸とす目標変更。目指すは日本近海双上島。遅い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 遅すぎる。いつまでチンタラやってんのよ、このボケたわけが。仕方ないわ、誰もこんなの動かしたことないんだもの。だからそんな理屈ほざいてる場合じゃないって言ってんの。エクヤ、あんたもそう思うでしょ。ちょっと何仕方ぶっこいてんのよ。答えなさいよクーヤ。答えろこら。ダメよ、クーヤ君の精神統一の邪魔しちゃう。うっせえ。ったくどいつもこいつも。あーマジイラつく。我が呪わしき故郷よ、我が忌むべき記憶とともに虚無の世界へと帰るがいい。
ジャミングアクション。敵戦力の 68% が沈黙。弾劾ナンバーズ各機コンディション定時 120% いけます。この程度か、ヨナミネ。なるほど。あの爆発の中を生き延び、今日までこのわしの目を盗んで弾劾ナンバーズを作り上げていたというわけか。だがこの程度の代物では何の意味もない。やはりお前は小僧だよ。来たれ問題曲を。愚かな亡霊どもを懲罰の豪華の中に叩き落としてやり。敵が来るわ。より大きな敵が。彼女が言っているのか。え、時間がないわ。そうだな、君に任せる。全職員に通達。これよりプロジェクト D はディメンジョンモードに移行する。しかしディメンジョンモードは未だ調整段階です。実戦投入はまだ逡巡している場合ではないわ。戦況は一刻を争うのよ。ですが人類の命運この一戦にあり。了解。司令部伝達、これよりディメンジョンモードに移行します。マジ？なんで？まだシミュレーションしかやってないじゃない。総司令の判断です。こんな連中相手に必要ない。ない、あたし一人だって楽勝よ、楽勝。ブラウニーダスト効果なし。私の勝ちだ、ヨナミネ。全門のドラコーモノオカミ、ついでに獅子とワシのおまけつきってとこ。どうする、クイア君、ディメンジョン行く？成功確率は算出不能。最低。クイア君、いい？了解。ディメンジョンコード、プロテクト解除。アウト！ディメンジョン！弾劾よ！弾劾王だと完成していたというのか。あの小僧がヨナミネが完成させたというのか。そんなバカな。小ざかしい。
たぎる、血がたぎるぞ。そうだ、私はこの瞬間を迎えるためにこの世に生まれてきた。待っていた断崖よ、私はお前を待っていたぞ。お前を、お前のような強き者を。超粒子砲が完成していたのか。我が軍団が、エクスタルタロが、壊滅。私が、この私がいないというのに、こんなものが。信じられません。スピード、パワー、走行強度、すべての能力がシミュレーションレベルをはるかに超えています。何をしているの？まだ敵は倒れていないわよ。バーニングプレッシャー！そこを這い回り、血の涙を流し、手塩にかけて積み上げてきた、その答えが、これか！そんなもので勝てるはずがない、奴らに勝てるわけがない、なぜそれがわからない、裏切り者め、嘘じゃないのめ！それは私のものだぞ、ヨナ！クロストルネード。うまくできたかな、兄さん。
エクスタルタロは壊滅しました。でもこれで私たちの戦いが終わったわけではありません。ねえマナミ、クーヤ知らない？加藤が全世界にばらまいた怨念の遺産は闇に潜み、静かに襲撃の牙を研いでいるのです。ったく、どこほっつき歩いてんのよ、あのうすらゾンビ。あー、ムカつく。次回、覇者巨星グレート断崖王第2話、踊る大要塞、ご期待ください。少しは絡む気とかないわけ？ごめん、仕事中だから。